そしたら、クレアさん、はい、クラブの紹介よろしくお願いします。はい、じゃあまずはドライバーから、はい、ヘッドは、はい、ステルスプラスの 9.0 度を使ってます、はい、でシャフトが、黒影の XT って言われるものの 70X を使ってます。はい、重くて硬いって感じですね。そうですね。で次、そのドライバー選んだ秘訣とか、あ、ほら、ドライバー選んだ秘訣ですか、はい、まあ、このヘッドがすごいやっぱりスピン量が抑えられるっていうのもあって、やっぱ自分結構スピン量が多いタイプなので、まあ、すごいこのヘッドに変えてからドライバー結構安定しだしたなという形になってます。で、このシャフトはもう使い始めて7年ぐらいな、7、8年になるんですけど、なんかすごいやっぱ自分に合ってるなっていうのを思っていて、ちょっとなかなか変えられないシャフトになってます。はい。最初そのシャフトになったきっかけとかあるといろいろ試したんですか？いや、もらいましたもらったものを使ってたらなんか自分にすごい合ってるなってなって、それからずっと使ってます。はい、ヘッド変えてもシャフトは変えない。はい、そうです。今大体低いのは、まあ、キャリーでドライバーで270-280キャリーぐらいかなと。このスペック270と思うんですか？はい、結構力はある方なんですか？力じゃないんですかね？どうなんでしょう。まあでもスイングスピードは速いとは思います。はい、あんまり測ったことないんでわかんない。まあ50ちょっとぐらいだと思ってます。はい、ぐらいのシャフトってことですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次お願いします。はい、じゃあ次いきます。でスプーンなんですけど、ヘッドが、ドライバーと一緒のステルスプラスのヘッドを使ってて、シャフトもドライバーと一緒で黒影 XT の 70X を使ってます。これはシャフトはもうずっとドライバーと同じ時期ぐらいからこのシャフトは使ってたんですけど、ヘッドはもともと2016の M2 っていうものを使ってたんですけど、先日そのヘッドが割れてしまって、はい、でまあ、ちょっと同じものに変えようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくならなんか最新の技術試してみようかなということで、今のこのヘッドにこの前変えました。実際変えてどうですか？まあ、あまり、この前使ってたやつと差ない感じで、自分的にはすごい、まあ、合ってるなと思ってます。はい、大事な武器なので。大事な武器です。はい、わかりました。 UTT は、はい、ユーティリティヘッドが、ピンのG410 を使ってます。でシャフトが消えちゃってわからないんです。スチールです、モーダス3の、ツアー105の X だったと思います。はい、シャフト UTT のスチールって珍しいですかね？そうですね、あんまりいないのかもしれないですけども、僕は、まあ、最初、まあ、このクラブももらえもんなんですけど、もらって試し打ちしたときにものすごい合ってるなと感じて、これももう5年ぐらいずっと使ってるクラブ。もらったからピンって感じですか？はい、そうです。言うたら他のね、今言ったらステルスとか言うたらテーラーメイドやけど、はい、それはピンでも全然違和感ない。あ、僕は全然違和感なく、はい、ものすごい気に入ってるクラブです。なるほど。もう自分にクラブが合えばどこの会社の、はい、もう全然気にしてないです。ただ狭いホールとかはそれで打つとか。そうですね、これで打つことが結構多いです。はい、はい、でアイアンのヘッドが、はい、水野の、MP15 というものになってて、でシャフトがこれ表記何もないんですけれども、はい、ダイナミックゴールドの X100 を使ってます。表記ない理由とかある？シールが汚くなっちゃったので剥がしました全部。はい、そうですね、はい、このアイアンを選んだ、まずこれ何番から何番になるんですか？これは4番から P まで入ってます。はい、4番って最近は使うじゃないですか。そうですね、トップアマなら4番に使うかなみたいなはい、一応4番から入ってます。はい、でそのクラブを選んだ、このクラブは、ゴルフを始めた時かに、はい、まあ、多分始めてから1年経った時ぐらいに、
あの水野でちゃんとフィッティングして、買ったクラブになってて、はい、で、まあ、それが多分8年7年前ぐらいになるんですけど、そのヘッドをまあ今でも使っているといった形。結構長く使ってる、ね、そうですね、はい、新品で買ってからずっと使ってます。クラブはアイアンとかあんま変えない、まあ、一時期ちょっと変えてたりしたんですけど、はい、まあ、ちょっとやっぱりこの自分でフィッティングしたクラブが合ってるなと思って戻しました。やっぱりこれがいいな。これはそうですね、はい、戻しました。だからそれが今のすごいゴルフになってるわけですね。そうですね。分かりました、ありがとうございます、はい、そしたらアプローチ、はい、次アプローチウェッジが、はい、これも古いクラブなんですけど、はい、多分ボーケーの52度、はいはい、僕ももうどのシリーズで何なのかもいまいちよく分かってないんですけど、52度を使ってます。黄緑になってるの色塗ったんですか？あ、これ色塗りました昔、はい、だいぶハゲたって感じ。そうですね、はい、でシャフトも、はい、多分 X100 を使ってます。はい、52度と58度、違うクラブだもんね。58度はちょっと違くて、はい、テーラーメイドのミルドグラインド2だったかな、はい、を使ってます。でシャフトは、ダイナミックゴールドツアー一種の、はい、これも X100 だったと思います、はい、それは自分で選んで買った。これは選んで買いました。これ52度のアプローチウェッジは、もらい物です。それは古いんですか？これは一番最初からずっと使ってるクラブです、はい、それがずっと合ってるんですね。これは合ってるかなと自分は思ってます。52と58の使い分けとかどんな感じですか？もう単純にまあ距離かなと自分では思ってます。基本アプローチ寄せは全部もう58で、はい、もうグリーン前すべて。そうですね。じゃあ52はもう言ったらアイアンみたいな感じで何ヤードぐらいだったと思うんですか？通常でだいたい115のイメージなんですけども。それを打つ感じなんですか？そうですね、はい。100ヤードの時は52で打ちます。あ、だそのぐらいの距離の半分はちょっと広げていう感じで。かなり広げてます、このクラブは。はい、でもある程度何ヤード以下はもう全部58。そうですね、70、80以下になると大体58度でフルショットしてる。そこから下はもう全て58。はい、そう、大体そうです。だから状態、ウェッジを打ち分けるのが結構好きって感じですか？まあそうですね、はい。難しいですよね、だからもう感覚になってしまいますけども、はい、でもそれが応じるからできる。自分は、はい、そうです。わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあパターンお願いします、はい。パターがこれは、スパイダー X の、はいはいはい、ちょっと鉛張っちゃってますけれども、はいはい、のセンターシャフトを使ってます。これも最近変えたんですけども、この前まではあのセンターシャフトじゃない普通のネックのパターを使ってたんですけども、はいはい、まあ、ちょっとあまり調子が悪くなったので、まあ、ちょっとセンターシャフトに変えてみようということで、ちょっとアドバイスもいただいて、センターシャフトのパターに変えてから、結構パターが良くなって、これは結構今年のスコアにかなりあの役立ってる一本になってます。みんなおすすめって感じですか？そうですね、センターシャフト結構僕はいいと思います。うん、それだってからもうアンダーバンバンと。バンバンではないですけど、ちょこちょこと。はい、なるほど。だからパターは結構変える感じなんですか？いや、あんまり変えないですね。たまたま今回変えた。そうですね、たまたま。だからどうしても悪い時は変えるっていう。うん、そうですね。終わりました。あの、ちょっとチェッキングありがとうございました。はい、ありがとうございます。